疲れの3割くらいじじい、確かに。もうあえてね、尊敬の意味を込めて言うと、メガネじじいと、あと、筋トレじじいと、あと、店長のじじいと、あとは、タンクトップのじじいと、あとは、30代になったばっかりのじじいと、あと、ゲーム下手な老害じじいと、あと、ぶりっこじじいと、じじいしかいねえわ。うん、ちょっと誰が誰っていうのはちょっとやめておきましょう、言及するの。うん、サングラスのじじいもいたわ、確かに。どうも、じじくらでーす。やっていきたいと思いまーす。